どうも、市川小口と申します。私はおならを自在に操ることができるんです。おならを自在に操ることができるんです。例えばほらね、今回はこちらの吹き矢。通常なら息を吹きかけて矢を飛ばす道具なんですが、私はもちろんおならを吹きかけて矢を飛ばします。そして今日はこの風船を割ってみせましょう。それではいきます。まずは矢を挿入して、おならの可能性は無限だ。